ひとまず試合に勝ててホッとしています。慌てず自分たちのバスケットができたので、しっかりディフェンスできたらブレイク走ろうということをチームで話して、まあ、そこ後半つなげていけたから、まあ、離れていったかなと思います。そうですね、前半やっぱちょっとなんか集中が切れてたところがあって、あまりうまくリバウンドとか絡めてなかったんですけど、後半ちゃんと気持ち入れ替えて集中してできたので、すごいチームのためにできたと思います。まあ、慌てずに、まあ、空いてるフリーのところを、まあ、探してアシストするだけだったので、まあ、そこは息を合わせることができてよかったです。やっぱ前半の部分でリバウンドに絡めてなかったり、そのブロックショットにあまり飛べていなかったので、そういうところでちゃんと自分をもう出してどんどんやっていけって、そういう感じになりました。やっぱ先輩の豊島さんだったり、やっぱ一緒にアンダーに来た岩下さんがアグレッシブに自分をもう出し切ってちゃんと戦ってたので、そういうところでやっぱ自分もやんなきゃなって思って、集中気を入れ替えることができました。昨日の夕方の5時ぐらいに合流して、練習には参加できなかったんですけど、横で動くことはできたので、はい、久々の全員での試合だったので、まあ、不安もありましたけど、最後いい流れを作れたので良かったです。スリーポイントの確率差だったり、まあ、後半ゾーンになって飛び込みリバウンドだったりで、下のゴール下でバスカンとかが取れたので、まあ、そこは前より成長したいなと感じました。やっぱガードとしてチーム全体をコントロールするっていうのをものすごく学んで、まあ、行くとこは行ってチームを落ち着かせるとかは落ち着かせて、まあ、そういうところを学びました。やっぱボックスアウトの仕方だったり、そのフィニッシュに行くときの気持ち、やっぱ強い気持ちを学べたと思います。まあ、先日はちょっとわからない部分があったんですけど、やっぱみんな声をかけてくれたので、そういう部分はちゃんとカバーできたのかなって、次の試合からはやっぱもう最初からエンジン入れてリバウンドとかに絡めるようにするのと、やっぱ今日はあまり1対1に挑戦できなかったので、そういうところにちゃんと挑戦してって自分の持ち味を生かせるように頑張りたいです。どっちのチームが勝ち上がってくるか分かんないですけど、まあ、決勝に駒を進めて、まあ、名声と当たれるように頑張ってください。やっぱ世界と戦ってきて、自分よりも30センチ、20センチ高い人たちとやってきたので、そういう、まあ、気持ち、強い気持ちでそういう人たちとやってきたんだっていう、その自信を持って留学生などにも立ち向かっていきたいと思います。